こんにちは。いつも FX の相場解説ご覧いただきましてありがとうございます。実はですね、昨日も FX オリガルヒのお問い合わせと即お申し込みいただきまして、今日からねスタートされるそうなんで、これで17名になるんですよね。でね、私もともとは8名で、まあ、打ち止めということだったんですけども、あまりにも早いお申し込みと、それからね皆様の思いに今17名になっちゃったんですよね。もちろん私の方から募集をしたりとか、こんなんありますよって紹介したことはないんですけども、 FX オリガルヒってものをね、1ヶ月前に2ヶ月前に頭の隅に入れていただいた方が、これを機会にやろうと思うっていうふうな思いがこう熟成されてね、で私の方にご相談くださったと思うんですよ。で FX オリガルヒは来年の1月から49万8千という、まあちょっとね男気価格、骨太の価格になりますけども、でもその価格に今十分向かってると思いますよ。というかもうすでにクリアしてると思います。講義があって、 Q&A があって、日々の相場解説があって、忙しい方のためにね1週間に1回はこれ見ておきましょうみたいなカリキュラムも作っているわけですよ。ほとんど毎日更新してますからね。それから精神力を鍛えていく方法で、毎日毎日、まあ今日は日曜日なんでありませんけども、チャートのね更新をしていってるわけなんですよ。その一つ一つがFX の勝利へと導く鍵になるわけですよね。だからそう考えると、もうあとねわずか数名とかでも受け入れた方がいいのかなとか、ずっと躊躇していた方がもしね、もう FX のオリガルヒがなくなっちゃったんだと思って諦めて別の方法を探しているのも、なんかね遠くから聞こえてくるところで、まあ、あと2名3名ぐらいどうかなっていうのと、あともう一つね、基礎用語と、あとテクニカルの4つの方法ね、私がよく。これはもともと、去年とか一昨年に、FX の基礎講座とか中級編ということで、メールマガジン形式で動画をお届けするものを作ったんですけども、これを改めてね、例えば FX オリガルヒの方には特典でつけるとか、これから FX オリガルヒに入ってくださる方にも、当然ですけども、特典でつけていって、もちろん基本的にはもう頭に入ってると思いますけども、改めて復習する意味でね、これを付与してもいいんじゃないかなと思うようになったんですよ。で、この基礎講座、基礎用語は3ヶ月で毎日送られてきます。どんな基礎用語を知っておけばいいのかってことが毎日確認できますし、場合によっては覚えていけるでしょう。毎日1分ぐらいの動画が送られてくるぐらいですからね。それを3ヶ月続ければ相当な知識は固まると思うんですよ。それから第2段階のテクニカル、これは一朝一夕にはなりませんし、土日だけを中心に送ってますんで、おおむねね5日とか6日に一度動画が送られてくるって形だと思いますけども、40本近くの動画が送られてきて半年ぐらいをサポートします。半年間週に1回ぐらい送られてくるテクニカル講座の動画で、テクニカルを身につけたり振り返ったりする上で、このFX オリガルヒに取り組めば、ちょっと忙しくなるかもしれませんけども、まさに必要なことを全部学べるんじゃないかなと思うんですよね。はい、それで今日のこの動画のまとめになりますけども、 FX オリガルヒに今お話したね初級編中級編のちょっと特典をねつけようかなと思いますけども、いかがかなと思います。皆さんのお声をお待ちしております。それから FX オリガルヒ、そういうことだったら参加しますよって方のメッセージでも構いません。メールでお寄せください。それでは失礼します。